俺に命令するな。シーザーを捕らえることに成功した一味は、海賊同盟を結んだローの策に従い、ドフラミンゴが治めているという王国、ドレスローザへ向かっていた。その戦場でローは、デンデン虫を使ってドフラミンゴに取引を持ちかける。シーザーを返還する代わりに、ドフラミンゴは七部会の座を降りる。それがローの示した条件だった。ローの狙いは、ドフラミンゴが持つ人造悪魔の実、スマイルの製造工場を破壊し、その実を大量に買い込んでいる四皇カイドウの戦力拡大を阻止すること。そのためにシーザーを利用してドフラミンゴを引きずり出し、その間にドレスローザのどこかにある工場を見つけて破壊するというのがローの示した作戦だった。そしてドフラミンゴとの交渉から一夜明け、取引の成否が明らかとなる。長官が来たか。乗ってればよし、乗ってなければ。ドン・キホーテ・ドフラミンゴ、七部会脱退、ドレスローザの王位を放棄。本当に、王位、王様だったんですか。こんなにあっさりことが進むと逆に不気味だな。これでいいんだ。奴にはこうするしか方法はない。で、なんで俺たちの顔まで乗ってんだ。はぁ、七部会トラファルガーロー、麦わらの一味と異例の同盟、ローに対する政府の審判は不明ですって。ドフラミンゴに集中しろ。作戦を進める。ガチャ。俺だ。七部会をやめたぞ。もしもし、俺はモンキー・ディ・ルフィ、海賊王になる男だ。麦わらのルフィ俺はお前に会いたかったんだ。お前が喉から手が出るほど欲しがるものを俺は今持っている。何言ってんだお前。ジョーカー、余計な話をするな。約束通りシーザーは引き渡す。今から8時間後、ドレスローザの北のことをグリーンビット、南東のビーチだ。シーザーをそこへ投げ出す。勝手に拾え。それ以上の接触はしない。寂しい。成長したお前といっぱいつらい。ガチャ。船はドレスローザにつける。目的を見失うんじゃねえぞ。着いたぞ、ドレスローザ。フラミンゴはこっちで引きつける。引き渡しの時間までにスマイル工場の情報を集めろ。分かった。工場を見つけて潰せばいいんだな。じゃあドフラミンゴの手下から情報を聞き出してみるか。おい、スマイル工場はどこだ。知らねえ。なんだよそれ。他は当たるか。これは船番だ。貴様らは麦わらの一味、ドフラミンゴ様に手出しはさせねえか。俺たちはシーザーの引き渡し場所に向かう。スマイル工場について教えろ。やるか。工場、
そんなもん街中にはねえよ。デフラミンゴが来るんだろ。あんまり気が進まないけど。麦わらの一味だ。やっちまえ。そこにある。よくは知らねえが、秘密の工場が地下にあるらしい。麦わらの一味とローだ。あいつらを倒せばボーナスが出るらしいぞ。下っ端だ。さっさと倒せ。地下にある工場ってのはどっから入るんだ。確かおもちゃの家から地下工場に行けるって話だ。おもちゃの家、そこが入り口かもしれない。余計なことをしゃべんじゃねえよ。そこまで。さっきまでのシャッパどもより強そうだな。お前、ひし形のおっさんをひでえ目に合わせた。ハロー。エラーに。ジャイアンに似たやつか。仲間は失ったが、俺の中の世界はひっくり返ったぜ。歯車を壊したぜ。もう誰も引き返せねえ。強くなったな。だが俺も昔とは違う。もうお前を笑わない。変わらねえな。みっともねえ。時間か。ま、手がかりはつかめたな。ラジオ大会
の場所だ。ラジオナイフ。プル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 。ガチャ。おいロー、こちらサンジ。クロアシアか。工場は見つかったか。それどころじゃねえ。よく聞け。すぐにそこを離れるんだ。何言ってやがる。これからシーザー引き渡しだ。ドフラミンゴは七部会をやめてなんかいねえ。シーザーを返しても何の取引も成立しやしねえんだ。俺たちは完全にはめられた。その島から早く逃げろ。急げ。バカ、手遅れだ。ジョーカー、俺たちを騙すためだけに世界中を欺いたってのか。そんなバカなことをするはずがないという固定観念が人間の盲点を生む。たとえ七部会であろうと、そんな権限があるはずがねえ。もしできるやつがいるとするなら天竜人くらいのもんだ。お前まさか。もっと根深い話さ、ロー。とにかくお前を殺したかった。お前か。新たに海軍大将に特任されたフジトラ。噂はよく聞いている。実力は折り紙付きの化け物だとな。こらどうも恐れ入りやす。それで海軍は今回のローの処分をどう決めた。報じられた麦わらの一味の件、記事通り同盟なら苦労。彼らがローさん七部会であるあんたの部下になったのなら白だ。麦わらと俺に上下関係はない。記事通り同盟だ。不器用な男だおめえは。では称号剥奪で。冗談じゃねえぞ。おい、水の教育はどうなってんだ野良犬が。目が見えるかどうかの次元じゃねえな。へえ、どうもほんの腕試しで。